という展開。バルセロナとしてはこうなると主導権も握りやすくなりましたよね、はい、2-0 リードは精神的にも肉体的にもバックアップが大きいですからね。この後リラックスしてゲームに臨めるんじゃないでしょうかね。そうですね。サイドのスペースへ走らせる、抜けてくる、さあ上がる、シュー、追加点、バルセロナ、素晴らしいゴールですね。3点のリード、ダメ押しゴールになるのか。クロスからのボレー決めてきました。見事に合わせてきましたよね。クロスの質もそうですし、と思いますね。今日2点目です。